はい、格闘オタクニュースゾーンのザクパクです。今回は UFC273 フェザー級タイトルマッチ、王者ボルカノフスキー VS ジョン・チャンソン・コリアンゾーミの戦いです。ボルカノフスキーはオーストラリア出身、 MMA20 連勝中の23勝1敗、ラグビーをバックボーンとする選手です。身長が168センチと小さいのですが、リーチが181センチある非常に MMA としては有利な体型です。コリアンゾンビは今回2回目のタイトルマッチで、韓国出身35歳、175センチ、リーチ183センチとモデル体型です。17勝6敗の選手です。打たれ強さからコリアンゾンビと名付けられています。1ラウンド互いのオーソドックスです。プレッシャーをかける展開で、なかなかお互い攻撃を出さず見合う展開でした。ジャブとカーフで攻めていくジョン・チャンソン選手、そしてそのジャブに対して右のオーバーハンドを当てようとするボルガノフスキー選手。ボルガノフスキー選手は背は低く、リーチが短いはずなんですが、コリアゾンビ選手とほとんどリーチが変わらず、なかなか距離が合わず、カウンターをもらってしまうジョン・チャンソン選手です。そして、ボルガノフスキーがオーソドックスサウスポーとスイッチしながら見合う展開でした。ジャブとカーフで戦局を打破したいジョン・チャンソン選手。そんな中、常に下がりながらカウンターを狙うボルガノフスキーですが、下がると見せかけて強烈なジャブなどを打っていきます。そして最後はテイクダウンなどを決めていきます。1ラウンドは静かな展開でしたが、ほとんどボルガノフスキーに打撃を当てることができないコリアゾンビ選手でした。逆にコリアゾンビ選手は、すでに顔が真っ赤になっていました。なかなかボルカノフスキー選手の距離感、そしてカウンターに戸惑っている様子でした。そして2ラウンドです。同じようにプレッシャーをかけるジョン・チャンソン選手。そしてカーフを決めていきます。ボルカノフスキー選手のふくらはぎが真っ赤になっているので、カーフはかなり効いているみたいです。そしてカウンター狙いのボルカノフスキーですが、インローや右フックを打っていきます。そしてジャブをジョン・チャンソンが打ってくるときに左フックを合わせ、クラッシュダウンを奪いました。ジョン・チャンソンのジャブに対して左フックを当てたり、打ち合いの中の最後の打ち割りで右フックを当てるボルガノフスキー選手です。これでハーフタイムまで行きました。ジョン・チャンソン選手は打ち合いに持ち込みたいので、打ち合いに持ち込むものの、打ち合いの中でも最後に右フックを食らってしまい、ダウンするジョン・チャンソン選手です。普通であればこのダウンからボルガノフスキー選手はランナー戦に持ち込み KO 勝ちというのがセオリーですが、ここはボルガノフスキー選手は非常に冷静で、打ち合いには行かずそのままテイクダウンする非常に慎重な戦いぶりです。そしてボルガノフスキー選手は背が低いですが、そのままオーバーハンドを打ったり、まっすぐ下から打つことによって目線が全然上と下でバラバラなので、なかなかジョン・チャンソン選手は右のパンチが見えないみたいです。そしてダメージが溜まってきて、ジョン・チャンソン選手は力のないパンチになってしまいました。2ラウンドも一方的な展開で、最初打っていたカーフも打てませんでした。なぜならカーフキックというのは狙っているとそのカーフに対し右ストレートを当てられてしまうので、カーフのタイミングを読まれてしまうとボルガノフスキーの右ストレートが当たるようになってしまったので、ジョン・チャンソン選手はカーフも切れなくなってしまいました。2ラウンドも圧倒的にボルガノフスキーの選手のラウンドです。そして3ラウンドはジャブとミドルで長い攻撃で少しプレッシャーを強めるボルガノフスキー選手です。ジョン・チャンソン選手はカーフが狙われているので打てないため、長い攻撃でボディなどを散らそうとするのですが、そこに冷静にバックステップをしながらカウンターを合わせるボルガノフスキー選手です。ボルガノフスキー選手は来た攻撃にバックステップを合わせて交代していきます。そして交代すると見せかけて邪魔のくじく左フックなどを打っていくのです。常にカウンターを狙っているので、ジョン・チャンソン選手は手数も減ってしまいます。ただただプレッシャーをかけ殴られているだけです。セオリーではカウンターを合わせるので、フェイントをかけたり、上下散らしたり、テイクダウンを狙ったりするのですが、まずテイクダウンを狙っても切られるのでテイクダウンを狙いません。そうなると打撃勝負になるのですが、打撃に関しても距離が遠いのでジャブ、カーフキックなど限定されてしまいます。遠い距離であればあるほどカウンターが見やすいので、リーチが長いボルガノフスキー選手は見切ってどんどんカウンターを当ててきました。そして最後は左フックからの右ストレートを思いっきり打ち、ダウンを取ります。そしてパウンドラッシュでここで止めてあげた方が良かったのですが、レフリーは止めずに3ラウンド終わり、圧倒的に3ラウンドもボルガノフスキーの選手のラウンドになりました。そして4ラウンドです。4ラウンド手数を増やすボルガノフスキー選手ですが、ワンツーを打ったところでふらついたところでダウンはしていないのですが、レフェリーがようやく止めました。これでフェザー級タイトルマッチ防衛が決まりました。もうフェザー級はボルガノフスキーとホロウェイの2強と言ってもいいでしょう。ここに食い込んでくる選手が出てきてほしいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら。